こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。今回はですね、香港バーズに出したいと思います。残り23周ですね、寿命も。本当にこの走れるのもあとわずかなんで、最終的にはもちろん WBC、SWBC を目指していくんですが、いい感じだね。いい感じだね。その前の段階として、やったね、ありがとうございます。8kg か、ちょっと辛いよねこれ。状態を良くしたいのに。1週間後ですからね。まあまあかな。おお。さあ、これベスト馬体重が488キロだったかな、486キロだったか。今週はレースがあるよ。お、いいじゃないの。486ですね。つまり、まあ大根か。まあでも調子はいいから。はい、何です？これ馬体重調整文句なしになりました。で、香港バーズへ出ます。香港はまだ出たことがないんですよね。なのでしっかりここも取っていきます。中長距離を制覇していきたいと思います。1.5 倍、一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。ダリアの、それからインディジェナス、エラシーナぐらいか。うん、でかい。というわけで4連勝ですね。 WBC も取ってるんで、ここもしっかり取って、次につなげたいと思います。シャティン競馬場、香港バーズです。ゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。先手を取って2番ワルズプリンス、そしてその後ろからダリアプール、3番エンゼリが上がってまいりました。12番オリエンタルエクスプレス、6番インディテラス、カイパのエラーシーナがその後ろ内を通ってボーイング鈴鹿、これが一番人気のカタノミッキー、岡部騎手、この手応えはどうか。この辺りちょっと離れている11番イッケオ、各馬第1コーナーに差し掛かります。5番足毛の馬体レーブドスカー、しんがりから1番エレンバイタリティ、もう一度整理しましょうか。依然先頭バルズプリンスであります。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。3番エンゼリ、
その後ろでやりましょうか。ダリアプール。それからもう一頭、12番オリエンタルエクスプレス。そして5番手に6番インディジェナスでやります。カイタの外を通って10番エラーシーナ。そのうちゴーイング鈴鹿、一番人気の7番カタノミッティ、岡部騎手、どのあたりで動くんでしょうか。差が開いて一票。そして内からはレーブドスカー、一番後ろにヘレンバイタリティ。前でありますが前、先頭を行く2番ワルズプリンス、2馬身リード。これを追って3番エンゼリであります。外から1頭ダリアプール。それから足毛の馬体オリエンタルエクスプレス。その後ろ3馬身くらいあってインディテナス。さあグランドスタンドからの大歓声に迎えられ最後の直線勝負です。パタノミッティ直線伸びてくるのかどうか。先頭デッドとワルズプリンス、ドリアプール一気に抜けた。怖い馬が来た。7番パタノミッティだ。懸命に追うパタノミッティ、緑の帽子パタノミッティ先頭だ。ドリアプールが2番手、ヘレンバイタリティが2番手、1着パタノミッティ。末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。反応が良かったですね、パタノミッティ。これ5連勝もう安心して見てられます。嬉しそう。1着7番、もうすぐ1万枚ですね。これね、3着9番以上のように確定しました。しっかり波に乗ってます。よっしゃ来た。嬉しそう。ちょっと元気ないね。特殊な会話ってなんだ。メロン。体重はバッチリだね。放牧。はい、ね、何です。冬競馬で WBC に出して SWBC でもいいんだけど WBC かな。 WBC 出して最終的に SWBC に出して、クエスト達成。やったね。馬券は帰りの飲み代になるぐらいのオッズに貼るのが一番だね。飲むことがすごい大事です。飲むことしか考えてない。ねえねえ、さあ週を進めていきます。1月1週。そういえばさ、格闘ゲームか。488キロか。はい、何です。もう一周見ましょう。残り19周になってしまいました。ほぼか解除というわけで。はい、何です。次はこの WBC出走したいと思います。 WBC タフになるかと思います。出走した後ドバイかな。残り19周なので、かけられるレースも少ないですが、しっかり、最後まで走り切りたいと思います。また応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。